DID 大同工業プレゼンツ阪神タイガース DID アワード。この企画は阪神タイガースシルバーパートナー DID 大同工業がお送りします。その月に甲子園を最も沸かしたプレーを掛布雅之さんと視聴者の投票で選ぶ阪神タイガース DID アワード。今回は才木浩人投手にお越しいただきました。よろしくお願いします。今日はですね、今回は6月4日ロッテ戦での完封勝利が6月後の DID アワードに選ばれました。おめでとうございますということで、ちょっとね時期がですねなかなかちょっとタイミングが合わなくて今日ということになったんですが、改めましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。そうですね、これ。はい。改めまして、6月4日のロッテ戦での完封勝利を皆さんが選んでくださった感想はいかがですか？いや、もうありがたいですね、やっぱり。僕の中でも、あの日のピッチングは、一番こう手応え感じてたというか、一番良かったなっていう風な感覚だったので、そこをこう皆さんに選んでいただいたっていうのはすごいありがたいことかなと思います。プロに入って一番いいピッチングでしたか？そうですね、やっぱり9回を投げ切って完封が初めてだったので、そういう意味でも一番良かったんじゃないかなと。相手ピッチャーが佐々木朗希君ですね。ということだから、試合に入っていくとこからもう随分意識があったでしょ？結構周りの人からはね、やっぱり相手がこう佐々木朗希、佐々木朗希って言われましたけど、僕の中ではもう本当にこう自分のピッチングをするだけというか、もうロッテ打線をこう抑えるだけっていう、意識がいたので、そこまで別にこうめちゃくちゃ意識してたわけではないんですけど、投げ勝って、そう、9回投げ切っての完封がプロ初めて、あの時のマウンドでの気持ちってどんなもんなんですか？やっぱ最後、マウンドで球場からなんかこうあと1人とか、あと1球コール、昨日初めてだったので、なんかすごい迫力感じたんで、すごいなと思いながら投げてたんですけど、やっぱ特別な空気感というか、その投げ終わって最後こう野手みんなマウンドに集まるのもすごいいいなと思ったんで、やっぱあれをこうもう何回も味わいたいなとは思いましたね。そしてね、今シーズンはいろいろ調整もしながらで、7勝をマークして、ご自分の勝利数も、ね、キャリアハイになってまして、ここまで、そしてこれからどうですか？そうですね、勝ち星については、運が入ってくるんで、あれですけど、防御率とか、やっぱりこう 2.1 とかぐらいまで来てるんで、そういう意味では、ある程度こう、任せられた試合は、こう試合を作ってるというか。っていうような感じでいけてるのかなと思うので、残り少ないですけど、こういうピッチングが続けてやっていけたらいいかなと思います。残りシーズン、あと少しですけど、精一杯最後まで思い切って投げていくので、応援よろしくお願いします。もう一つ聞いていいですか？やっぱり、あれの瞬間はマウンドにいたいでしょう。そうですね、やっぱり。経験してみたいですね、そこは。大いに楽しみにしてます。よろしくお願いします。ありがとうございました。